さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。私たちも元気でーす。さあテレビちゃん、どんなお話が聞けるんでしょうか。はい、ミシェルさん、最近ミシェルさんがこれステップアップしたぞって自信を持って言えることってありますか。ステップアップ、あらららら、ここですか。いや、ちょっとね、痛みがね消えてきたんで、お少しだけこうスクワットができるようになったなとか、あ、ね、夏場の体を、おムキムキに。いや、全くムキムキじゃないステップアップです、はい、でもね、目がなんかちょっとメラメラしてるのが今気になりますけれども、今回まずご紹介しますのが、はい、横浜で学習塾を立ち上げられてステップアップし続けていらっしゃるこちらの企業様です。現在我が国を取り巻く問題には、先行きの見えない将来への不安が大きな影響を及ぼしている。それは既存のシステムからの脱却、そして新たなモデルの提示など着実なステップアップを達成することが困難な時代でもある。そんな中、豊かな発想とあふれる行動力で新しい時代を切り開いた男がここにいる。株式会社ブレスト代表取締役社長渡辺拓馬。良質な学びを提供する学習塾事業ブレストインキュベーション、女性の子育てを支える保育園事業のブレストインターナショナル、そして新たな働き方を生み出す就労支援事業のバムロード、この3本の柱で事業を展開するブレストでは、日本の未来を切り開く総合エデュケーションカンパニーとして日々邁進し続けている。今回は渡辺拓馬をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。まず最初にブレストを立ち上げたきっかけっていうのはどういったところだったんですか。まあ、業界の中でこう働いていく中 でこう自分だったらこうするなとか、そういうアイデアがどん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 浮かんできて、でちょっとまあ、なんか教育業界に疑問を感じたので、自分でこうやってみたいなっていう、まあ、勢いと根性と何かしらで立ち上げからどういうふうに成り立っていったのかっていうのを教えていただけますか。まあ、自分だったらこうするのにっていうことをまず立ち上げて、でどんどんこう実践導入していったんですよね。でそうしたら、まあ、その学習塾としてなんかまあ結果としてはまあ非常にこう高成績、まあ、子どもたちがですけどがどんどん出せるような、学習塾にはなってはいきましたね。子どもたちのことはやっぱり好きなんですか。そういう、あ、そうですね、はい、教えることがすごく好きで、もともとはそれがきっかけですね。最初はまあぐんぐんこう、まあ、業績も右肩上がりできたんですけど、でもある時こう入試制度がガラッと変わった年がありまして、でその時に大量に、まあ、不合格者を出しちゃったんですよね。まあ、結局成績が上がらない子は受かる、上がる子は落ちるっていうような現象が起きたんですよね。成績が上がらない子が受かる、はい、どういうことかというと、中学校2年生の時に、成績が、まあ、相対評価だったと、で中3になった時に絶対評価に変わったっていう学年があるんですね。でその時に2年生の時から良かった子じゃないと3年でこう一躍上がった子っていうのは受かれない。そんな入試だったんですよね。その時代の制度にすごい左右されてしまうんですね。そうなんですよね。それが、まあ、その時にもっとなんかこう規模が大きかったら、もっとこうね、いろんな情報なんかもあっただろうなっていうのはあって、で、まあ、そういう子どもたちの、まあ、人生背負ってるわけですから、その辺まで考えるとやはりこうもうちょっとこう規模を大きくしていったりとか、考えさせられた1年でしたね、出来事というか、そういうこともあってその経営のお勉強もされるようになったとお伺いしてるんですが。あ、そうですね、まあ、その経営の勉強しながら
こうじゃあ今の実際の、まあ、この学習塾であればこういう戦略を取っていくべきだとか、うんまあ、こういうふうなことをしたら、まあ、指導結果としても良くなるんじゃないかとか、うん、そういうのをこう勉強しながら1年間いろいろ試行錯誤したんですね、うんうん、でその時に、まあ、作り上げたのが、まあ、現在のブレストメソッドっていう、うん、ものなんですけど、ブレストメソッド、はい、具体的に何かっていうと、はい、子供たちってまあ、ゲームだったら乗り込むのめり込んでるんですよね、うん、一生懸命やってる、でも勉強になるとダメ、でも部活は一生懸命みたいな、こうこれってなんでなのかなっていうのを、まあ、あの考えた時に主役っていうキーワードで解決してるんですけど、うん、主役だと眠くないんですよね、あ自分たちが、うんうん、この発想をそのまま授業に持ってこれないかっていうのが、まあ、ブレストメソッドなんですよね、うんまあ、具体例としては、はい、じゃあちょっと前回の復習いくよと、うん、でじゃあまず1185年全国に何か置いたよね、じゃあなんとかさんって当てるんですよね、そうすると主語辞頭とかそういうのが返ってきます、それでこうどんどんこう、ね、じゃあ1192年何将軍になったんだっけって当てて、征夷大将軍とか、じゃあそれになった人は誰か、源頼朝と、でそれ言えなかったら立とう立とうと立っていくんですよね、で全員が立っちゃったらゲームオーバーでもう一回やり直しなんです。子供たちは立ちたくないから自然に復習してくるような仕掛けなんですよね、うん、でそういうような授業をしていくことで子どもたちは授業にのめり込んでいくんですね、うん、でそうすると自然にこういつの間にか知識が吸収されていて、でいつの間にかテストで点数が取れちゃうんですよね、で点数が取れるとこれすごい変わってきて、うん、学校の先生から答案返されたらどうしたんだってこう嬉しい、ね、褒められますし、まあ周りの友達には今まではこう点数のとこを折って隠したりしますよね、うんうん、でもそれしなくてよくなってすげーって周りに寄ってくるし、うん、やっぱ受け身じゃないっていうところが本当にガラッと変わってくるんですね、うんうん、本当授業の一員なんだよね、うん、みんなが、ねうん、一人一人が、うん、そうですね、うん、そして2005年には多店舗展開へと着手し、改善を繰り返しながらも2007年には数学のレギュラー番組を担当するなどステップアップを続けた渡辺が次にスタートさせたのが保育園という事業であった。そこにはどのような思いが秘められているのだろうか。きっかけとしては、まあ、学習塾一辺倒でこう大きくしていったんですよね、うん、でこう大きくしていく中でやはり直面したのが、まあ、女性の働き方ですよね。実際はあれなんですけどね、まだ将来に向けての安心感を作るっていう程度で、なんかこう保育園足りてないんだろうなぐらいの感覚で参入はしたんですけど、うん、ほとんどの保育園が税金が入ってるんですよね。あ、うん、認可保育園だとか、ね、認証保育園だとか、一般の方の認識としてもなんとなく認可の方がなんか安全性が高そうなイメージがあるじゃないですか、うん、ありますよね、漠然と認可の方が認められてるんだみたいな、うん、で何にももう勝ちようがないんですよね、うん、なんでまあその、まあ、税金でこう運営する側に入っていかなきゃいけないなっていう、うん、動きをこうしていきまして、で2013年にやっとこう、まあ、横浜市の、まあ、認定保育園の横浜保育室っていうのを、まあ、なんですかこう参入することができまして、うん、認可保育園の条件はなんかまあ代表的なところでいくと園庭ですね。あ、うん、園庭がないとダメなんですよ。でこれは園児が何人に対して何平米以上とかっていうのが全部こう決まってるんですね。あ、そうなんですか、うん、でそうするともう一から建設するか、うん、それかまあ一回あれなんですよね、コンビニの跡地で、うんうん、コンビニだと駐車場があるじゃないですか、はい、あそこを園庭という位置づけにして、うん、で建物を保育園でこれでやれないかなっていうふうに考えた時もあったんですけど、それもまあ結局 NG で、ちょうどですね68メーターぐらいの距離にですねパチンコ屋さんがあったんですよ。あ、もうそれでダメなんですね、うん、そうすると風営法に引っかかると次のルールがまた出てくるんだ、うん、でもそういうあらゆる要件を全部クリアしたところじゃないと作れないんで、保育事業へと進出し様々な経験を培ってきた渡辺が新たに飛び込んだのが就労支援という事業であった。改めてその決意に至った理由を聞いてみた。まあ、障害者の方向けの、事業なんですけど、
障害者って、身体障害者が一番イメージしやすいと思うんですけど、でうちはの精神障害者が対象なんですけども、ちょっとなんかこうなんていうんですかね、コミュニケーションの取り方がちょっと下手だったりとか、なんかこう神経質だったりとか、そのぐらいでほとんど、一般の方と変わらないんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、でもそういう方たちが今、うつ病だとか、なんか自律神経失調症だとか、そういう診断をすごいこう受けて障害者になっていく、障害者手帳をもらっていく。でそうするとやはり一般の就労っていうのが難しいんですよね。でそういうのを知った時に、これが逆にですね、学習塾だとか保育園っていうこの他の業種と一緒で、やはり子ども向けの仕事をしてても、授業以外、子どもと接する以外の仕事っていうのはやっぱりどうしても発生しますよね。裏方の仕事っていうか、でこれをミックスさせることが、この子ども関連の授業と、この障害者関連の授業をミックスさせるところが、うちの強みなんですけども、ミックスさせる、なんでその子ども部分でこのバックグラウンドの仕事ですね、これをその障害者の方の仕事の方にこう回すんですよね。でそうすると、障害者の方々も仕事があると、あとは子どもたちから点数ですね、定期テストで何点だったよとかっていう、データをもらえば、それをファムロードの方に渡すと、それが、もう点数入力もされて、でさらに掲示物にもなるんですよね。で優秀な子は発表するとか、そういうのがもう教室に貼られているような状況とか、仕事ってなんかこう追われるじゃないですか、あれもやらなきゃこれもやらなきゃ、でそういう追われてた仕事がこう仕事量自体が激減しますんで、仕事を追うことができるんですよ今度。でそうするとサービス力も上がるんですよね、おのずと。でそういうことをこう今どんどんこう改革していて、学習塾の方なんかはその今ある教室だけで、生徒数 1.5 倍ぐらいになってますから、かなりこう、評価していただいてる、常に新しい世界へとステップアップをし続ける渡辺拓磨。そんな男が心に刻んだ格言とは。常識にとらわれてるとそれが壁になる。例えばうちあれなんですよ、学習塾だと講師室ないんですよ。結局弱い先生が逃げ込む場なんですね。なんで弱い先生ほど授業が終わるとそういう職員室とか講師室に閉じこもっちゃうんですよ。でそうすると子どもたちは質問もしづらいし、さらに距離が離れていく。で子どもたちは休み時間なんかそういう意味で子どもたちだけで放置されるんで、なんかいじめが起こったりするんですよね。なるほど。でもうマイナスしかないだろうと思って講師室を廃止してみたんですよ。そうしたら、先生は常に教室にいるしかないんで、次の教室に移動していく間いたりとか、すると、子どもたちも話しかけやすいし、だし、なんですか、そういういじめとかも起きないですし、大人が見てますから、だから逆にその方がいいんじゃないか。すごい常識取っ払ってますね。もう本当にますますのね、先生らしさを出して、そのブレスト様の発展を期待しております。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。